こんにちは。こんにちは。まあね、今日ね、天気もいいし、はい、暇だし、はい、もうちょっとね、調子こいて日本撮り、日本撮りなんだけど、うん、でさ、はい、なんていうのかな、ちょっと最近、はい、僕ちょっとイラッとしたことがあるんです。まあ、ちっちゃいことなんで、はい、ちょっとだから、はい、ちょっとイラッとしたことっていうのがあるんだけど、はい、伊藤さんとかは最近なんかちょっとイラッとしたこととか、なんかあります？イラッとしたこと、うん、なんだろうな、最近あんまりないかもな、うん、あ、そう、うん、穏やか。穏やかではないんだけど、うん、そんな大したことじゃないかな、うん、あ、そう、残ることとしてはあんまりない、うん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 、あ、そう、なべちゃんはどう？いや、僕もそんなないですけど、うん、まあ、やっぱりその前にも話したことあることかな。なんですか？店員さんにまだまだ、あれはいつまで経ってもやっぱりね、なんかもう残るんですよ、俺。その時の話がまだ残ってるってこと？残ってますね。あ、そうねえねえ、思い出した。何あった、今日の朝。え、最近じゃん。そう、うん、すごい、ふつふつと今、うん、嫌だったなって思い出したのが、うん、今日の朝は朝出勤するとき送ってもらうんですよ、うちの旦那さんに、うん、で、ブーンって来たら、うん、こうブーンと私たちがこうまっすぐ、うん、そしたらこう曲がってきた車がいた、うん、こういう風に、うんうん、だけどブーンって行こうとしたらその車がグンって来たのね、うん、でぶつかりそうになっちゃうから、まあ、うちの旦那さん止まった、うん、これ、うん、そしたらこっちの車の人も止まった、うん、まあでもこっち優先だから、うん、行こうとしたらグンって出てきた、うん、でちょうど真正面にこう止まって、うん、女の方だったんですけど、うん、ずっと、あ、すごい怖い顔してた、うん、その人が、うん、うん、いやもう分かった、うん、分かった、ごめんなさい、うん、行ってくれと、うん、睨まんたっていいから行けと、うん、もうだってもう私たち行けないようにしたんだから行けばいい、そういうことですね、けど、うん、ずっとこう、うんうん、チェーみたいな、それがねもうなんかね、でもさ、やっぱり車とか運転してると、うん、交通ルールってもあるわけですよね、うん、例えば坂道で上っていく車と下ってる車があった時にどっちが優先ですかとか、うんうんうん、一応ね、うんうん、でもちろんその障害物的なね、例えば電信柱があるとか、うん、道幅がちょっと狭くなってるとか、うん、いろんな状況に応じて、まあそれは臨機応変にはするんだけど、うん、基本として、うん、どっちが優先かっていうのは一応例えばあったりとか、うん、もちろん例えば大きな主要道路があって、うん、そこに対してこう横から来るね、うんうんうん、車があってとかっていう時に、うん、まあ、どっちが優先かっていうのって、うん、基本としてのルールってあるわけですよ、うんうん、で、なんていうの、でもちろんその例えば本当は俺行けるんだけど、うん、道路状況上とか、うん、ね、周りのこう環境は考えると俺が本当はビーって行ってもいいんだけど、うん、一回俺ここでちょっと止まるからお前行っておきと、うん、っていう場合もあったりとか、うん、あるわけよね、うん、でこれってお互いが同じちゃんと認識ね、その基本のルールとかが分かった上でやってると、ね、あ、止まってくれたんだ、ありがとうっていう感じで行けたりとか、うんうん、ね、逆に、なんていうの、あ、行かせてあげよう、あ、行かせてくれようとしてるんだ、うん、とか、うんうん、なんかいろいろあるわけだ、うん、これがさ、うん、やっぱ著しくたまにやっぱりこう違う方っていうか、うん、違う方ね、やっぱいらっしゃるよね、いらっしゃったね、だから今の伊藤さんみたいに、いや本当は俺別にいいんだよ、スーって言っていいんだけど、うん、だからすごいググ来るし、うん、分かった、そしたらもう止まるから、うん、いっときと、うん、要は止まっ、まあ、ちょっとね偉そうだけど、うん、止まってやるから行けって言ってるのに、うん、なんで睨まれないかんのみたいなね、止まってね、うんうん、まっすぐ止まってね、あるある、そういうのはでもよくあるよね、うん、だから細い路地とかでも、うん、いや
多分本当だったら俺が行って、うん、あんたがそこで多分待ってくれてれば一番スムーズなんだけど、うん、来るよねみたいな、来たよねみたいな、来たよねと、うん、あるあるある、うん、で俺もかなりギリギリまで寄ったよねみたいな、あるある、うん、で多分あなた結構余裕あるんだけど、うん、まあ、あんまり運転が得意ではないんだろうね、うん、結構余裕あるし、なんなら俺もギリギリまでずれたから、うん、頑張ってその余裕を作ってあげたんだけど、すれ違いざまにものすげえなんだな、あんた邪魔だなよみたいな顔をする人とかある、ね、いる、いらっしゃる、いらっしゃるよ、うんうん、まあ確かにそういうのちょっとこうイラッとするし、うん、あとこの間僕ちょっとツイッターでもつぶやいちゃったんだけど、はい、あの僕毎週ジャンプをね、はい、ジャンプ、はいはい、ジャンプ購入、少年ジャンプ購入してるんです、うん、もう僕今読むのってもうワンピースとあと一つ二つ、まあ、読むか読まないかなぐらいの感じで、うんうん、ただなんせね、もう僕も本当に小学生ぐらいの頃からジャンプを買い続けてきた人間、まあ、元少年としてね、うん、やっぱりジャンプは買わな、はい、うん、買って読まなというのがありまして、うんうん、まあ、毎週発売日になると朝コンビニに寄ってジャンプ買ってくるんですけど、はい、あの立ち読みをされてる方がいてね、あ、ジャンプは、ね、うん、でやっぱり発売日の朝とかやっぱ多いわけです、立ち読みされてる方多いで、で、まあ、立ち読みもね、僕はもう今は否定しません、うん、別に、うん、いいですよ、うん、でまあなんかあれコンビニなんかで言わせると、あの立ち読みしてる人がいることがある種の防犯対策にもなるそうだね、ああ そういうあれなんですか、うん、あのほら本コーナーって一番窓際にあるでしょ、はいはいはい、うん、だからあそこで立ち読みとかしてる人がいるともう中に人がいるっていうね、ああなるほどね、うん、なんかそういう意味では防犯効果もあるんでね、へえ、うん、なるほど、なんかそんな話を僕前にも聞いたことがあったんで、あ、そうかそうだねと、うん、じゃあまあ立ち読みは別にいいんだけれど、うん、まずねやっぱ僕1週間楽しみにしてるわけですよ、ワンピース、うん、ね、そうですよね、で1週間楽しみにしてで僕読むときはね、あの最近だとね、例えばジャンプ買ってきたぞ、はい、で朝飲むコーヒー買ってきたぞ、はい、うん、ね、でまあたった数ページですよ、うん、そうですね、この数ページを ね、ゆっくりコーヒー飲みながら、うん、まあ、いわゆる僕のもうこの数ページのリラックスタイムなわけですよ、はい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 、ね、うん、うん、でこう今週はどうなるんかなとか思いながら読みたいわけですよ、うん、それががっつり立ち読みしてる人がいると見えてしまうわけです、まずね、まあなるほどね、見たくないわけですよ、うん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 、ね、例えばちょっと前の号でね、ついにね、これはワンピース好きな人だったらわかると思うんだけど、ついにね、赤髪のシャンクスとか、はい、ね、いわゆる四皇と呼ばれる人たちとか、ね、果ては白ひげゴールドロジャーっていうね、もう歴戦の大物たちの、ね、懸賞金額っていうのがついに明かされたわけですよ。おー。ね、これもう、男の子的には、もう、わー、マジかーみたいな話なわけですよ。ね、うん。それネタバレじゃん。いや、だってもう、これ発売されてますから。あ、そっかそっか。うん。発売されてますから ね、うん、ね、それをね、コンビニ入った瞬間ガーッとかやられて、シャンクスの顔とかバーンとか出られてると、もうなんかちょっとほら、もう目に分かる、ちょっとがっかり、だから見たくないわけね。だからもうジャンプの発売日コンビニ行くとき、僕まず基本こうコンビニ入るときからもうちょっとこう下向いてるわけですよね、うん、もう見ないぞってうん、うん、ね、で、こう、下の方にあるこう本をこう取って買おうと思うんだけど、そのね、こう立ち読みしてる人がね、うん、1ミリもどかないんですよ。ああ、なるほど。あ、ね、あれ何なんでしょうね、気づいて。これなんとなくわかるでしょ、自分の足元こうなんかこう手伸ばしてる人がいるんだから、うん、ちょっとずれてくれたらいいわけ。うん、もういいよ、だから、あの、すいませんとか、うん、なんかいらんこともいいよと、うん。ただ、ちょこっとどいてくれるっていう仕草だけで、うん、あ、逆にこっちも、あ、ごめんね、すいませんね、立ち読みしてるとこすいませんねって、うんうんうん、だけどよく考えたら俺これから買おうと思ってるからなんで俺がすいませんねなんだとか、うん、いろいろあるんだけど、うん、なんかそんなのもさ、ちょっとイラッとすんだね、うん、ですね、それはそうです、うん、ね、だから考えてみるとさ、そのちっちゃいイラはね、多分いっぱいいろいろあると思うんだけど、うんうん、その俺が最近ね、すごくイラッとしてるのは、はい、
あのお店のトイレで、はい、あの大きい方とかした時に、はい、トイレットペーパー使いますよね、はい、であれ伊藤さんとかが買ってくるのかな、あれトイレットペーパーとかね、あのやたら切れやすいんですよ、あのね、わかる、あのさね、え、確かに例えばこうちょっとね、なんかくるくるくるってやって、うん、ピッて切った時に綺麗に切れると嬉しいよね、うんうん、気持ちいいよね、うん、あれがこうピッて切った時に端っこがビリッとかなると、うん、なってな、わかる、だから綺麗に切れるのはいいんだけど、なんだろう、あの無駄に点線が切れやすい、うん、あれね、でこう巻こうとするたんびにブツ、うん、あれかる、こんなんで一個でダメだな、くるくるブツ、あ、もうなんかさ、なんだ、もうちょっと頑張って、なんかもう巻くたんび、あの本当そうで、ね、あれはあれはなんでかっていうと理由があって、うん、ダブルロールだったのがシングルロール、ああね、まあだからそのダブルなのかシングルなのかとか、あとまあそのなんか紙質とか、うん、まあいろいろあるよね、うん、でもたまにさ、あれ今度ダブルなんだかなんだか知らないけど、やたら暑い時とかあって、それいつものなんだろう、手癖ってあってさ、なんとなくいつものこうくるくるくるピみたいな自分の癖があるわけだね、あれ、ありますね、でそもそも今使ってるのだと薄いから、くるくるくる、あ、薄はいとかね、なるんだけど、そもそもそのくるくるくるってできないのよ、くるくるぶつ、あ、あのちょっと切れやすすぎるのが、はい、あのくるくるくるってできないのがすごいなんかもうね、ちょっとイラッとしてさ、なるほどね、うん、すごいちっちゃいことなんだけど、うん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 、すごいイラッとして、それを伊藤さんにちょっと言いたくて、いや、あれはね、買い間違えたダブルをいつも買ってるんですけど、お店のトイレットペーパーは、そうだよね、だけど間違ってね、シングル買っちゃってちゃったんだよね。そうそう、それで、まあね、だからただ薄いだけなら、じゃあね、単純にじゃあ1個奥巻けばいいのかなとかってなるんだけど、はい、とにかくね、切れやすいのよ、うん、あ、そう、あれがね、もうあのなんかもうちょっとね、ラクスクワーとか思って、あ、やっぱりあれだね、もう早く買い替えてほしいと思ってるんだけど、あ、もうあの今回でなくなったからね、あ、そう、はい、大丈夫ですよ、うん、まあちょっとそれがね、ちょっと最近ちょっとイラッと、まあでもだから、うん、ある、いろいろあるね、でもね、やっぱイラッとするそうやれるとそうなことね、そうね、トイレットペーパー、うん、そうだね、まあただね、まあ伊藤さんの言うその運転なんかはね、まあ事故にもつながったりするからね、まあ本当にこう思いやりというかね、優しさを持って、うん、運転するべきだし、そうですね、あれはね、まあこっちがね、ちょっと気使ってなんかした時に意外なリアクションとかされると、おおっていう時あるけど、うん、まあまあね、うん、まあまあ、事故になるよりはいいですよってぐらいの気持ちでね、うん、うん、言った方がいいね、そうだね、あれはね、でも今日の朝のはね、嫌な気持ちになりましたよ、まあね、うん、うん、そう、うちの旦那さん今日が誕生日なんですけど、あら、そう、おめでとうございます、あ、どうも、まあ、伊藤さんじゃない、ね、私じゃないけどね、誕生日の朝第一発目にめっちゃ睨まれる、別に俺悪くないのにって感じだったから、うん、まあ、あの気をつけて、運転気をつけていきなよ、ありがとうって言って、うん、さよならしたんですけど、うん、多分ね、相当ね、嫌な気持ちだったのか、いつもだったらこうやってバイバイってやってくれるんですけど、うんうん、ぷいって感じで、あ、ちょっとね、怒ってはったんだね、そう、ちょっと多分ね、朝から嫌だったんだろうなと思って、うんうん、やっぱり気を、あ、もう私もね、気をつけなきゃ、いろいろ気をつけなきゃいけないな、そう、やっぱりあの表情って大事だから、はい、あのまあでも本当運転なんかはさ、お礼しなきゃっていう方に気を取られて、うん、なんか注意が散漫になったりしても困るから、うん、まあ運転苦手な人とかね、そういう人はもう、いい、いい、もうパッパッと言ってくれたらいいよとかって、あるけど、うんうん、まあね、だからそういう意味では、いや、睨む余裕があるんだったら、礼ぐらいしようよ、みたいな。うん、そうだね。そうね、うん。あと、終わった後にやたらクラクション鳴るする人とか、たまにいるでしょ。うん、今みたいな。うんね、クラクションもちょっと良くない。ね、良くない。あんま良くないけど、まあね、とにかく、その、うん、まあ僕は、とにかくそのトイレットペーパー切れやすすぎて伊藤ちゃんにちょっとイラッとしてたっていうのでまあちょっとそれ言いたかったんだけど、まあね、多分皆さんもこう日常生活の中でね、
まあちょっとした微笑ましいぐらいのイラからね、本当に肛門なんかもうブチ切れたるぞぐらいのイラまで、まあいろいろあると思うんだけど、うん、まあ結局は気遣いですよ。うん、そうですね。うん、うん、だからまあ立ち読みする人も別に立ち読みはいいですよと、いいんだけど購入しようとする人が手をなんかこう伸ばしてきたらちょこっとずれようとか、うんうん、あなんかずれようとしてくれたんだなだけで、うん、あもういいですいいですって思えるから、うんうんうん、それがもう微動だにしないでいられるともうあのなんていうのあの膝かっくんとかしてやろうかと思うの俺私ね、うん、あのリュック背負ってるじゃないですか常に、うんうん、通勤の時とかね、うん、本当にこの間本当どいてほしいのにどいてもらえなくてわざとリュックをコンってぶつけてすいませんすいませんって言って、うんね、わざとやったんだけどどうしてもどいてもらえなくてコンってやってで大げさくらいああすいませんすいませんって言ってあでもあのやっぱり今リュックの人がさなんかやっぱり増えてるから、うんうん、その逆もあるよねあの、うん、本当にあの俺子供のお菓子とかさこれちょっと選んでてね、うん、どれにしようかななんて思ったら、うん、ガーンとかして、うん、何と思ったら、ねね、あの本当にこう振り返った時とかにさ、うん、当たったりとかして、うんね、リュックちょっと気をつけた方がいいね、うん、そうだねあと満員電車とかはさ、うん、こう結構前にまあまあ、回して抱えてる人とかね、うん、バスもそうですけどねそうそうだ、いやまあだからもう本当ちょっとした気遣いね、ちょっと気をつければみんながねニコニコしてられるっていう感じでね、まあ伊藤さんなんかまた特にね表情が悪いから、うん、やっぱりちょっと気をつけてねにこやかにとかね、はい、まあそのちょっとした気遣いでね楽しく過ごせるんじゃないかな、はい、うん、はい、まあねちょっとそんなねあの、はい、どうでもいい話をね今日天気がいいしね、そう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 、うん、暇なんでね、はい、ちょっとね、うん、はい、撮らせていただきました、はい、ということでね、はいはい、また次の動画でお会いしましょう、さようなら、さようなら。